皆さん、こんばんは。深夜のダンジョンクロール・ストーンスープのお時間が今日もやってまいりました。やっていきましょう。えー、魔法職でやってましたね、えー。ディープエリフのエレメンタリスト・オブ・ベフメットでやってましたが <laughs>、これがスロアあの、なんだあれは、あの、落とし穴に落ちて3階層も落ちてしまった上に見てください。このラインナップ、モンスターたちの。ちょっと待ってね。これはどうするか。いろんなた、 戦い方があります敵をちゃんと倒してしまうっていう方法もあればまあどっかに逃げていくっていう方法もあるんですが今回ですね3階層も落ちてしまったのであの上り階段も使えないんですねこの先ももモンスターいるかもしれませんただここに逃げ込むのが一番可能性としてはありえるんじゃないかなと思うんですがまあ行った先にモンスター今食ったらあれなんですよね。 で今ね杖が結構いいのが揃ってるんですよ。これ、杖のお世話になりつついくしかねえかなと思っております。この段階で3階層落ちるのは結構きつい。よし。じゃあ、なんとかしていこう。えっとね、で、基本的に私、こっち側逃れてみようと思います。こっちね、なんとなく敵いないんじゃないかなと思ってます。で、多くたちは起きてすぐ来るし、カエルも来ると思うんだが、どうだ、来てるか。よしよし。 攻撃させていくぞ。三のつぼ、バカや、バカヤ、バカやろ。相当ノーガやばいだろ、ね。冷静な、冷静な。ちょっかい出していくぞ。で、こいつはここだ。ファイアでストーレット。うえ。次だ、次だ。この上だわ。相当ノーガを倒すぞ。でね。 相当うーそうだろお前ここはファ,いやファイヤーボール打つとなファイヤーボール打つと敵モンスターがワンサーかやってくるのでここは十分に引きつけていいねスティッキーフレームで歩かせてほらよし次こっちだうそだろめちゃくちゃ食らったぞおい 逃げるぞうーうーそうだろおい寝とれよセントラン寝とけよここは命には変えられませんこの森ですおいバカなこれはまずいスキャッターショットこれをここに打つ 相当のほうが一回で死んでくれると思うんだがいやしたねなう,ん、うーポーションブヒールワンズあるあるよしまたいけるぞまだ戦えるいやここを飛べるけどファイヤーボールかファイヤーボールにかけますうーなんとかなったか やっぱりモンスターが来てるな。おりゃよし。ここは蓋をする。倒してしまいたいので、3の杖を使います。ワンドバシッド、これな。ドンドンよし、OK。 ここは火で炙って、フレームターンで倒す。<laughs> よしえッ、ー、OK です。で、ベフメットが今度はスティングっていう魔法を教えてくれましたが、これも覚える予定はありません。えっ、ー、と、あとはイスケンデルスミスティックブラスト、これを覚えておきましょう。ドン。いやー、なんとかな、やったか、やったかちょっとや,やってないパターンなんですけど、なんとかなりましたよ。 いやあ、この振る舞いどうだったか、完璧だったかどうかは後で動画見返しておこうと思うんですが、冷静になって対処していくっていうことが大事です。で上の階に戻ってもいいんですが、とりあえずここを見ておく。いいアイテムありますか特にないですね。OK。いやー肝を冷やしましたな。あ、多くの行動があるんですね、ここ。視界切っといてね。あ、これ多分モンスターたくさん来るので、ここで蓋してやってください。 で起爆剤にして奥く爆発して殺すと。o 10回染めですからね。そりゃ多くの行動の一つや二つ出ますよね。あ、この場合はどうするかっていうと、え爆弾にして、で、バンドバシットで、ね、倒しちゃいましょう。ドカン。あ、死なない。もう一回。ほら。よし。なとかなった。 これでオークウォリア死んだでしょう。で、またここで爆弾を作ってやって、よし。死んだ。よし。これ、強いからな。先に倒したぞ。蒸気ドラゴン。倒しました。え、オー,オークウィザードもあ頑張って倒すと。そうだろう、おい。粘るぞ。頑張れ、頑張れ。ここは頑張れ。上の階に逃げるぞ。よし。 よし。インプ、去ってくれました。よし。<laughs> いや、ポーションもヒーローズ無駄だったんじゃないか。いいえ、生き残るためにはあれば必須だったんですと。こう、切り替えていってください。戦闘力が近くにいるぞってのを警戒してってね。来た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 た。たた。よし。よし、しで、ちょっと魔法の感じを見ましょう。 今、ファイヤーボールがウィザードリーのリングなしでどうですか ?3% トあーいいです、ね、いいですね。そしたらもういいです。えー、一旦止めます。で、ファイティングとエボケーション、スを鍛えていきましょう。あと、どっちグも鍛えていくか程よくな。 特にどっちがそんな上げなくてもいいかもしれない。いやー、きつかったね。なんとか生き延びたよ。いや、まだ警戒、油断は禁物だが、基本的には大丈夫なはずだ。お巻物屋ですね。これは買っといた方がいいな。 あ高なイモレーション買っておきます。ブリンキング買う。こんなもんでいいかな。テレボテーション買っておきます。全部使っちゃった。まあいいでしょう。ワイバーン。逃げます。<laughs> ダメだ。 この回も厳しいな。で、今、イスケンデルスミスティックブラストを覚えたので、えボーンと打ってやれば、こう、インプに攻撃を与えることができます。インプ2体いるな、これ。なんなんだ、ここは。もう、嫌がらせじゃねえか、本当に。なんとかならんのか、ちょっと待ってね。そしたらね、厳しいそれだったら明日に逃げるわ。大奥さんがいますけども、倒しましょう。 スティッキーフレームかけて、あ、これはダメだ。イスケンデルスミスティックブラスト。サンドツーツうー、もう。イスケンデルスミスティックブラストって、多分足りると思うんだが、届かねえ。おれ、で、あとファイアボールで届けさせイエス、なんとかなった。うわ、また来た。ほら、うーそだろ、お前。ここはポーションもひるまず。 なんとしても生き残るからなおらっポーションもヒルマンズとか全部使っていいからね よし、なんとかなった。えへー。あー、こういうね、厳しい状況もございますが。ヤク嘘だろうい。ここはヤクはね、突っ込んできます。体力自慢なので、炎の中に突っ込んできますので、炎の中に入ったら倒してやってください。で、来ないんだったら、ファイアボールを打ち込んでやると。おおおイグナイトポイズンを教えてくれましたが、イグナイトポイズンは使いませんな。 よしよしなんとかなってるぞおいよし獣の住みかも発見えー、電球だけはこんな感じで蒸気に置かしてって倒してくださいああ厳しいな ここは炎で止めて、なるべく蒸気で炙っていく。よし、なんとかなったな。ここも蒸気で炙っていきましょう。いいですね。ここも蒸気。いやー、多くが、まだ残党がいますね。苦しいですね。ただ、なんとか峠は越えたんじゃないかと。 思いたいところだが、接近されたスティッキーフレームでとどめを刺すと。うん、ここ,はここで声出します。で、来てくれたところで、<laughs> くっそ、来ねえな。今、音をわざと出して、来させるようにしてます。どこ行ったくっそ、い,いねえな。 うまく接近できました。なんとかなりました。よーし。いいぞ。非常に今、だんだんなんとかなりつつある。このご時世。うーん、厳しかったね。ここ入っていけるだろうけど、冬のポーションが出たら入っていってみましょう。ヒールモンズ、4個か5個ぐらいあったのを使っちゃいましたね。いいんです。生き残りはこっちのもんです。エンチャントアーマー。えー、ポジティブあ、ハットの方に行きたいとか。 それででいいでしょうはい次の会ああとアミレット鑑定しとくかおいおいフェイスいるうん別にいいかな他のやつの方がいいわおいえポーション鑑定するドンはいじゃあ一回そ上に行ってみようか戻ってきたぞダンジョンにほらしねこの 階段プレーで滑稽激走していくと。もう卑怯とは言うまいねと。これよくないパターンですね。こういう時きに戦闘路を倒す手段がないわけです。まあパラライシスするとか。これでこ、えー、麻痺させて倒すと。こんな感じでもいいでしょう。こんな感じで杖のお世話になることもございます。 ただ、ここ、広い空間が広がっていて、非常に戦いにくいんですが、頑張って倒していきましょう。お猿のジョージ。くやっぱモンスターがわらわらと来るなぁ。なんなんだ、あいつ。なんか炎の、撃ってくんだ。俺のつれたぞ、これ。やろ。よし。上げて、下ろすと。こんな感じで、徐々にこう倒していきましょう。 イインンプはススススケンデルスミスティックブラスト。これ八。よし。おっ、ストーンアローはいいです。別に覚えないでいいでしょう。どんどんベフメットがこう魔法を教えてくれてますね。もうちょっとすればベフメットが魔法のレンジプラス1の能力を教えてくれるはずです。 蜂に接近されてしまった場合どうすればいいかスティッキーフレームかけてあげてくださいかわしみが高いモンスターですのでスティッキーフレームで確実にダメージを与えるしかも蜂は HP が低いので、えー、スティッキーフレーム有効です継続ダメージ有効ですあなんか氷の冷え冷え洞窟が発見冷え冷え氷ワールドが氷ポータルが発見されましたゾンビたちはファイヤーに犯して倒してやるとアイスプラストいいですね さあ、頑張ってこのあたり、スキルを上げていきましょう。え、スティッキーフレームと。使います。スティッキーフレーム。使っていってください。あ、今度、蜂のゾンビがいますね。あ、近づかれちゃった。<laughs> えー、倒すと。オーガ来い。来たな。ここで蓋をしてやって、ここで炙って倒してやると。よし。いやー、死ぬかと思ったが、なんとか生き延びることができました。なんでしょう。食い物がたくさんあったな。今、怪しいな、ここ。あ、なんとかなりましたね。よしよし。 フォーグはいはい。なんかいいアイテムある別にないよね、これ。いいアイテム。じゃあ上の階に行きましょう。戻っていくぞ。ドン。よし。杖。あーいいですね。エンスラムメント。杖がたくさん落ちてます。いいでしょう。ファイアボール安定したら、この体力とかドッチングとかエボケーション数を上げていくと。エボケーション数はもちろん今、 た散々もう杖にお世話になってると思いますが中盤以降杖にお世話になる場面たくさんありますそこで使っていくと魔法もだいぶ強くなってきたような気がしますアイデンティファイでポーションを鑑定するディジェネレーションいらないとはい、えー、リング鑑定してみましょうフラーイト悪くないだろうおおおおおおお前 おーし、よ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 し、いいでしょう。なんかいい魔法のあれありますまあまあまあ、ああのね、これね、ブック・オブ・ネクロマンシー、おやじ、立ち読みさせてくれ。ルース・イートさんだって。これ、あの、男の人なのかな女の人なのかな男の人だったらさ、おい、親やじ、立ち読みさせてくれ。みたいな、こう、セリフを言うんだよ。で、親父じが、ぶっきらぼうなおやじがさ、本を傷めたら買ってもらうぞ。みたいな感じで言うみたいな。 そんんななような店かもしれませんあるいは、これ、女の人の店でさ、あの、黙々、あの、101匹ワンちゃん大行進のさ、時の敵の女みたいにさ、あの、タバコを黙々、なんか長い着せるみたいなやつですってでさ、ガラガラってこう、店の中に入ってくるとさ、店の奥からさ、ばあさんがさ、ばあさんっていうか、妙齢のおばさんみたいな人がさ、あら、いらっしゃい、みたいな感じで声かけてくるんだよ、ぶっきらぼに。どれもいい魔法が乗っているわ。 お金さえあれば、あなたも魔法が覚えることをできるからね、みたいな、ズッキラボなセリフを言うわけよ。それで買うわけだ。ネクロマンシーの魔法書なんか、あなたにはいいんじゃないかしら、みたいな、こう、おばさんが言ってくるわけよ。で、俺もネクロマンシーをちょっと見させてもらう。立ち読みします。びっくりマークでバイト行くザーミンをこう、切り替えることができる。で、ネクロマンシーのこれな、こう見てくれ。 あーこれ欲しいよーえっ、ー、とまだ買えません。安いんだよこれ。あと親父ちょっと調査させてくれ。これ何入ってるっけイラディエイトとかだな。はいはいはい。あとはなんかこういうのはなかなかないな。これ何だこれ何入ってるボルトオブマグマ。はいはい。これって何だっけはいはい。コンフューズな。これも欲しいですね。 ここの C のコンフューズ。敵を混乱させるって結構大事なんですよね。今まで攻撃魔法ばっかりなので、どっちかっていうとどこかでこう敵を困らせるような魔法も覚えておきたい。まあ、た、アニメイトデッドの方が使うかなと思っています。そして、ブックオブフロスト。これもあるじゃねえか。さっき言ってたこれね、スローアイスコー。これが、スローアイスコーこれ。これですね、この魔法、この魔法を覚えるっていうのが大事だったかもしれない。アイス魔法はこの後、スキル伸ばしてまいりますので、 あのー、本当はこれを覚えておきたいと。ということで、これやっぱり本屋さんは結構もう粒揃いであるじゃねえかと。多くの行動を潜り終わったら、しっかりこの辺り探索してまいりましょう。探索で購入して、しっかり魔法を唱えてまいりましょう。もうヘビ君も怖くないですね。いやー、ちょっと10回は肝を冷やしましたが、なんとかなりましたね。 もっとポーションを節約できる方法があったような気もしないでもないんですが、それは、それは、いたしかたないと。許してくださいということです。最イケダガーオブカオスだな。そしたら、爆発して倒しましょう。あイけな恋人、また会いましょう。さようなら。倒しました。 お,お,お前。チェーンメールのアーティファクトがあるぞ。チェーンメールはあんまり使わないっちゃ使わない。お、魔法、魔法、魔法書ですよ。魔法書ですよ。あー、なるほどな。サンドブラストとか、あのー、地戦術の初期本ですねいいですね。こうやってストーンアローをこうやって天然で拾えます。こんな感じで天然でこうアイテム拾えることもあります。魔法書のね。ハロルド。こいつも強いんだよな。 ただもうほとんどダンジョンを探索し終えた後だからわりかしちょっとこのポジショニングあんま良くないなでもバレちゃったから仕方ねえなぶっ殺すしかねえなスキャッターショットぶち込んでみるかあんまり食らわんかったなこれプリンキングできるっけできんなピャーンと 逃げますここは的確にブリンキングで逃げていくそしてファイヤーボールをぶっ放してるがハロルドなかなかこいつファイヤー耐性あるないよな別にいやお腹が減っちゃったんでター,ンターンを節約するためにアイスブラストをどんどん使っていく早く死んでくれ頼むなんとかなりましたうーん今ので良かったのかまあいいでしょ倒しましたからね よし。さだダイブダンジョンも、あ、そしてスタッフがありますよ。スタッフオブ、お,おおおお、スタッフオブファイヤーですよ。スタッフオブファイヤー。これは待ってました。ファイヤーの魔法が強化されます。全体的にパワーアップしてますので、これパワーアップしましたんで、これで行きましょう。よし。じゃあ次の上の階に戻ろう。7階に戻ってきたぞ。よし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 。 基本にに忠実になゾンビ系は炎であぶるとよしよしよしおインプがいますよインプはイスケンデルンスミスティックブラストで倒していく名前がかっこいいよねイスケンデルンスミスティックブラストイスケンデルンの爆破の秘術ミスティックブラストをさ 爆破の秘術って訳すこの訳した人のセンスがいいよね爆破の秘術ミスティックブラスト <laughs> もう声に出して読みたいダンジョンクロールの魔法第1位だわミスイスケンデルンスミスティックブラスト気持ちいいね日本語もかっこいいしさてようやくこれで10階層目まで潜って潜ったっつうかあの落ちちゃったんだな落とし穴にそっから戻ってまいりました そんなこんなでね、時間もいいと思うんで、一旦今日はここで終わります。次はね、もうちょっとダンジョン、ダンジョン潜るか、あるいは、あの、獣の住処に入っていこうかなと思ってます。ダンジョンは、えー、ダンジョンの広さとか、出てくる敵モンスター次第です。何やら中盤、若干こう、若干こ、今回は結構怪我をしてしまいましたが、まあ、生きてるということが大切なんだな。ということで、焦点お開き、また来週。